おさん今回歯科衛生士の A にしましょうか A、守る周りにいて防ぎ守る守守する守るもの A にしましょうか A いや確かにねあのー、あれですねあの歯ぐき大事ですね歯ぐきもまあぶっちゃけその歯を,肌を歯を、まあ、これも言われましたけどいろいろとねうん歯をこう なんだ支えてるのは歯茎ですからねうん、はい。歯は大事です。歯茎も大事です。<laughs> まあどちらかというと歯茎が大事かもしれないですけど歯も大事だし <laughs> う<ん>。<う>まあ守る。うーんまあ、僕はですね、あの発信ってせ、発信をこう動画をこうね、発信することってまあ結構攻めてる、攻めてる、アクセスを稼ぎに行く。 うーセールスしていく。攻めんに見えるかもしれないですけど、実は守りっていうね。まあ、今日もね、みんなの銀行入ってましたよ、久保さん。今日も。だから3月ね、ほんとね、あれですね。3月は、一本も動画公開してないんだけども、3月ね、あの、まあ、これ4月になったらちょっと、あの、また動画撮ろうかなと思うんですけど、はい。えー、3月、肉の日ですね。 3月,3月、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 はい。入っております。<laughs> ありがたいですね。過去動画からこう、あの <laughs> チャリンチャリン言ってね。で、あとね、今日、今日かな昨日かなアマゾンのアフリエイト報酬も入ってましたね。7000円ぐらい。まあ、アマゾンのアフリエイトもちょっとやってるんですけど、レビューで。それは7000円ぐらい入ってました。だから結局、その、なんだろうな。あーの、 まあ今後ね、まあ、老後を、まあ、僕の YouTube チャンネルがまあ10年後も20年後も存続してるかわからないですけども、まあ、ある程度のストック取っとけば、まあ、僕が働いてなくてもね、動画が働いてくれるので、まあ、守りですよ、ね、だから、なんだろうな、体力も衰えていくし、いろいろ衰えてくるんだけども、別に動画は衰えないんですよ。 動画の、その、あれば音をられないので <laughs>、ひたすら撮り続けますね。で、なんで撮り続けるかっていうと、先ほど言った通り、やっぱその、守りも大事なんで、攻めま攻めでもあるし、守り、同時に守ってるっていうね。うん、ある一定のアクセスを確保して、ある一定の収益をこう自動で発生させるっていうね。うん、なんでまあ、この活動を10年、20年続けとけば、 まあ、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思いますね。アカウントがあればですけどね。で、アカウントがなくてもリストマーケティング僕はしてるので、まあ、リストは、アカウントがバーンされてもリストは残りますので、またそこでやればいいだろうし。だからまあ、うーん守、守るっていうのは結構大事なんじゃないかなっていう、思いますけどね。うん。そう、お金はすぐなくなりますからね。 そうだなので、まあ、お金の流れを守るというか、お金の流れをね、絶やさないっていう、常にそのアクセスがある、常に何かポツポツお金が入ってくるっていう状況を作っていくっていうのは、人生をこう、守る上で結構大事かなっていう。お金がないと、やっぱ守れない、守れるものも守れないと思うんですよね。例えば、大和くんが病気にかかりました、お金ありません,、うん、もちろん国から補助金出るかもしれないですけども、まあ、守れない部分もあるでしょうね。うん、例えばその なんかの、なんだ、何すかね。まあ、いろんな保険ありますけど、じゃあ全部の全てのことが保険で賄えるのかっていうと、まあ、わからないだろうし、<laughs> まあ、ガン保険とかいろんな保険もありますけど、地震保険とか火災保険とか、まあ、いろんな保険ありますけども、全てのも、全てのものは賄えないと思うんですね。で、一番の保険っていうのは、僕は YouTube かなと思いますね。 YouTube からのリストマーケティングが最大の保険じゃないかなと思いますね。っっていらっしゃい